孔子神社は台湾平東健防丹京にある神社である。旧社格は無格社。日本統治時代は天テラス大臣としていたが、現在は高志仏仙没の霊人を祭神とする。1939年、高雄州、久し春群番地にクスクスホコラとして鎮座された。台湾で著名な海山神社は、 帝聖公を祀る病を改良したものだが、孔子神社は当初から神社として鎮座していた。また台湾では比較的新しい神社は北白川宮義久神皇を祀ることが多かったが、古い神社である当社は天照大臣を祀っていたと伝わっている。ただし、地方の山間部にある神社でもあり、原住民独自の信仰と集合し信仰されたため、 やがてご祭人が何かであるかは気にされなくなった、ともされている。大戦中に、村から日本兵として出征した者が生きて帰ってこれなかったら、この神社で会おうと約束を交わすなど、安国神社的な性格が見られた。日本人からの寄付を受けて2016年に、奉納された鳥居戦後、廃車となり、社殿が取り壊された。2015年、住民からの要望を受け、 日体神前を進める日本離島機ともの会の会員でもある神職の佐藤健一により再興。再興に際しては、離島機からもお祝いの文書が届けられ、複数の台湾メディアでも取り上げられた。2016年には、日本人の寄付により鳥居が奉納された。台湾では、観光目的などで鳥居などの神社建築が再建された例はあるが、神職と宇治子が奉仕する。 宗教施設としての再建は戦後最初の事例と見られている。2018年に行われた霊祭では台湾人としては初の神職が祭事を取り行った。ウィキメディアコモ Commons には孔子神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。